手合いたいとパトカー前に集まってろうそく抜いちゃってください。新しいろうそく入れます。今日はこの富明かりと名付けた感謝と追悼のイベントとさせていただきました。帰還困難区域が残っている、あるいは津波で家を流された人がいる、あるいはすでに解体した人がいる、もう帰らないという選択をした人がいる、そういう中でこの富岡町という地域を今後ね、50年後も人が住めるように続くように、地域としての再生と個人としてのそれぞれの幸せと、そういうものを願っていきたいわけでございます。熊本から、地下研さんが来てくれて、一番後ろに飾ってある絢爛豪華なやつと、あとそこに飾ってある感謝追悼富明かりっていうやつ、すごい地下研さん、富岡町に我々に協力してくれて、とても感謝しております。どうもありがとうございました。地下研さんに拍手をおめでとう。今日富岡町民の方たくさんいますね。ここにいますか。感謝と追悼の奥に本当に言いたいこともう一つあって、それは俺たち富岡町民この6年間頑張ったよね、そういうことを言いたかったんですけど、あんまり反応がないですね。今日は感動しております。私、生まれが小高なんですが、私の親戚も津波で5人亡くなってるんです。ですので、この竹あかり追悼、そういう思いで見させていただきました。自分もですね、ここで働いていて、6年前働いていて、同僚1人を津波で亡くしております。追悼の意味を込めて今日は自分を手伝わせていただきました。歴史的瞬間に立ち会えてよかったと思います。ありがとうございます。これからが、復興だと思ってます。一生懸命頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。富岡町、この令状をもって混乱区域以外は解除になります。そして必ずや混乱区域も解除できる日まで一生懸命頑張ってまいります。そして富岡町を復興させるために皆さんの若い新しい力をどうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんと共に富岡町を真の復興ができるまで頑張ってまいりましょう。今日は6時、7時ぐらいからすんごい雨が降ってね、この開催危ぶまれましたけれど もうたくさんの方がみんな協力していただいて、なんとかこのような会にすることができました。本当に感謝しております。もう1分ちょっとですね。じゃあ黙祷はどちらを向いて黙祷しましょうか。皆様の六国側の右奥にパトカーがありますね。皆さんパトカーを向いてぜひとも黙祷しましょう。
皆さんの目の前に見えるパトカーは富岡町民に避難誘導を呼びかけながら、亡くなってしまった警官のためを警官の乗っていたパトカーです。はい、それでは姿勢を立ちまして、お願いしましょう。黙祷。